ヒュームヒーローズは、久保リーグに所属する大韓民国のプロ野球チームである。エンコチは、ソウル特別市、2008年に創設された。2008年シーズン開幕を前にし、現代ユニコーンズの解散に合わせて創設されたチームである。既存の韓国のプロ野球チームとは異なり、経営母体がネーミングライツで、 ヒーローズの前につけるメインスポンサーの企業と契約している。現在のメインスポンサーは2019年より、旧無償券で、過去に2度のメインスポンサー交代があった。2008年2月、センテニアルインベストメントが球団を創設することを発表し、同月に、韓国の民間タバコ会社である売りタバコが3年300億、ウォンで命名権を取得し、 三年間、ウリヒーローズの名で活動することになった。しかし、シーズン中に、ウリタバコが、メインスポンサーの権利を放棄すると宣言し、同年8月下旬に、ウリタバコの要請により、チーム名から、ウリの名を外し、他のメインスポンサーを探すまで、ヒーローズの名称で活動していた。2010年2月8日、ネクセンタイヤと2010年から2年間の、 メインスポンサー契約を結び、チーム名をネクセンヒーローズに変更。2019年より、キウム証券がメインスポンサーとなり、球団名をキウムヒーローズに変更した。2008年の球団創設から2015年までは、軌道を野球場を本拠地としていた。球場の都合上、ホームベンチは三塁側となっていた。2016年から、 韓国発のドーム球場である公爵スカイドームに移転し、ホームベンチは一塁側となっている。2010年より二軍は全羅南道甲信群にある野球専用の合宿施設を利用してきた。しかし、本拠地のソウル特別市から 300km 以上離れていたため、2014年よりソウル首都圏の軽機動化城市に拠点を移した。また、 同時に二軍チームの名称を花城ヒーローズに変更した。これにより、ヒーローズは一軍と二軍の名称をことにする最初の韓国プロ野球のチームとなった。2019年、軽軌道、茅野市の蚊帳国家代表グラウンドに移転し、茅帳ヒーローズに改称して活動している。球団事務所は、公爵スカイドーム内に所在。 現代ユニコーンズは1998年以降4度の韓国シリーズ優勝の華麗な実績を誇っていたが、親会社の現代グループは、グループの分割相続による規模の縮小及び、経営不振に苦しんで球団を経営する余力を失いつつあった。それでも、当時のオーナーであった、テーム、県現代、グループ会長が、球団経営の意欲を持って、球団を保持し続けた。 しかし、2003年8月テーム県オーナーが、経営不振のプレッシャーに耐えきれず、投資自殺した、ことで、グループ内部で球団を帰り見る者が亡くなり、系列分離された元現代グループ所属の、冒険企業の支援で延命する状態に陥った。そこで、現代グループは2005年5月、球団売却交渉を、韓国野球委員会に要請した。しかし、 農協との交渉が明らかになった2007年1月以降3度の売却交渉に失敗して、そのまま球団の空中分解及び韓国プロ野球のリーグ縮小に発展しかねない事態に陥った。そこに2008年1月30日、外資系投資会社のセンテニアルインベストメントが、久保に加入金120億ウォンを支払い、 スポンサーを募集し球団名を売却するネーミングライツ方式によって現代ユニコーンズに代わる新球団を創設することとなった。選手構成の面から見て事実上現代ユニコーンズを引き受けているがユニコーンズの親会社であるハイニックス半導体に支払う売却代金を省くためと同時に2007年久保が資金難に陥っていた現代に融資した131億。 ウォンの負債を返済する義務を負わずに済ませるため、一旦同球団を解散させてから新球団を設立する形をとった。これで、公式的に球団そのものは継承されていないことになり、三尾スーパースターズ時代から累積された現代、ユニコーンズの各種球団通算記録も、2007年シーズン、限りで、現代の解散とともに途切れることになった。 現代の選手の保有権は、既存球団の合意によって、新球団に譲渡されることとなって、これによって、新球団は現代所属選手への優先交渉権を確保した。しかし、2008年2月4日に、センテニアル社は、メインスポンサー決定より先に、新球団の新監督に LG ツインズなどで、監督経験のある、理工官や、その他のコーチを任命し、 危機的状況を選手と共に過ごした、現代の金はじめ魔監督は1年余りで、監督の座を割れた。金はじめ魔監督には新球団のコーチの座を用意していたが、彼に従ったユニコーンズ出身のコーチ陣は、受け入れられないことになったので、金はじめシンもコーチ職就任を辞退した。また、センテニアル社は、現代の選手、コーチ陣、 フロントの職員などの全員雇用を保障しなかったため、現代の選手は新球団との契約を拒否する姿勢を見せた。だが、韓国野球委員会の仲裁などにより現代の選手は全員新球団で雇用されることとなったため、2月14日から李光館監督らの指揮のもと、海外キャンプが中止となった元現代の選手たちは、チェジュ島でキャンプに入った。 また現代のコーチ陣も8名が新球団へ移籍したが、金はじめまも監督は、久保の役職に就いた。2月19日には、久保理事会で正式に、センテニアル社の新球団加入が認められた。2月21日には、センテニアル社が新球団のメインスポンサーが、韓国発の完全民間資本による、タバコ会社、ウリタバコになったと発表し、28日には、 新球団の名称が、ウリヒーローズに決定した。ウリタバコは、センテニアル社と2008年から2010年までの3年間、総額300億ウォンで、スポンサー契約を結んだ。これによって、ウリヒーローズは2008年シーズンから、現代ユニコーンズに代わって、韓国プロ野球に参加することとなった。本拠地は、ソウル市南西部の軌道野球場となった。 財閥系の大企業が出資して、球団を経営し、大幅な赤字が当然とされてきた、従来の韓国プロ野球と違い、黒字経営を目指すため韓国プロスポーツ史上初となるネーミングライツによる経営方式が注目されている。しかし2008年6月末まで支払うべきだった、久保への加入金120億ウォンの一部24億。 ウォンの支払いを先延ばししようとした。その背景としては、メインスポンサーの売りタバコが、経営不振などによりスポンサー料を払わなかったことがある。そして同社は、球団の相次ぐトラブルが、企業イメージ低下につながったとして、2008年7月上旬、メインスポンサーの権利を放棄すると宣言し、その後加入金未払い騒動などにより、企業イメージの低下が甚だしいため、 クボへ、企業名の球団名への使用禁止を求めた。それを受けて、翌8月下旬からチーム名は、スポンサー名のつかない、ヒーローズとなった。初年度となった2008年シーズンは、最終年度の2007年は6位だった現代をほぼ、そのまま受け継ぎさしたる補強もしなかったため、序盤のうちに、上位争いから脱落し、 LG ツインズと再会争いを続け、7位に終わった。また2008年10月、現代ユニコーンズ最後の監督だった、金はじめシーが新監督に就任し、巻き返しを図ることになった。一方で、新メインスポンサーが見つからないため資金難は、解消されず、翌11月主力投手の長さんを、サムスンライオンズへ、現金30億オンに、 無名の選手一名をつけてもらってトレードしようとした。だがこのトレードは他球団からの反対が強く、久保によって規約違反であるとされ無効となった。2年目となった2009年シーズンは終盤がまでポストシーズン進出をかけた4位争いに加わったが、最後は力付き6位に終わった。ヒーローズは2009年12月末までの支払い期限だった。 クボへの加入金120億ウォンを堪能することになっていた。だが同月に支払うことになっていた36億ウォンのうち15億ウォンずつを以前から保証金を求めていた。ソウルを本拠地とすると3と LG に直接入金し、クボへは6億ウォンしか支払わなかった。またメインスポンサーが見つからないための資金型からか、 主力外野手のリタクネを、無名選手2名と25億ウォンという多額の金銭で、LG へトレードしようとしたが、クボからの承認は保留とされた。12月30日、クボは、加入金未納の問題を解決し、リタクネ、長さん、李健賞の3名の主力選手が、相手球団の選手と金銭と引き換えに、他球団へ、トレードされることも承認された。 球団マスコットの特取り2010年2月、新メインスポンサーとして、ハンコックタイヤ、クムホタイヤに次ぐ韓国3位のタイヤメーカーである、ネクセンタイヤと2年間の契約を結び、チーム名は、ネクセンヒーローズに変更された。開幕前の3月には、バイチエをハンファに、7月には、コウはじめひとしおろってにトレードするなど前年オフからの、戦力流出に、 歯止めがかからず、ハンファとの再会争いを繰り広げ、2010年は7位となった。2010年12月後源の旬をロッテへ、2011年7月、総陣営金政権を LG へトレードに出すなど体質は変わらず、2011年シーズンは、球団史上初の再会となった。2011年までとなっていたネクセンタイヤとのメインスポンサー契約は、 2012年から2年間に延長された。2012年は前半戦こそ上位争いを続けたが後半失速したことで、シーズン途中の9月17日、金はじめ魔監督の解任が発表され、残り試合は、金商工監督代行が指揮を取り、6位で終えた。2012年10月10日、連携監督が就任した。2013年は、 レギュラーシーズン3位で初めてポストシーズンへ進出したが、準プレイオフでトサンベアーズに敗れた。2014年よりファームシステム構築、運営のノウハウやセーバーメトリークスなどを用いた選手分析システムといった技術を学ぶためボストンレッドソックスと戦略的パートナーシップを結んだ。レッドソックス初のアジア球団との提携である、同年は初となる レギュラーシーズン2位で終え、2年連続進出のポストシーズンは、プレイオフから出場し、LG ツインズに勝利し初めて、韓国シリーズに進出したが、サムスンライオンズに敗れた。2015年は、レギュラーシーズン4位で、3年連続ポストシーズンに進出。5位 SKY バーンズとのワイルドカード決定戦に、勝利するも、3位。 トサンベアーズとの準プレイオフで敗退した。本拠地を公爵スカイドームへ移した2016年は、レギュラーシーズン3位で、4年連続ポストシーズン進出を果たすも、準プレイオフで、LG ツインズに敗れ、連携監督は辞任し、超小尺監督が就任した。2017年は7位で5年ぶりにポストシーズンへ進出できなかった。2018年は、 レギュラーシーズン4位で、ポストシーズンへ進出し、キアタイガースとのワイルドカード決定戦、ハンファイーグルスとの準プレイオフを勝ち抜きプレイオフに進出したが、エスケートのプレイオフで敗退した。2018年11月6日、ネクセンタイヤに代わり、キウム証券と2019年から2023年までの5年間、年間100億ウォンで、 メインスポンサー契約を締結したことを発表した。2019年1月15日に行われた球団の出陣式にて、新チーム名である、キウムヒーローズ、並びに、球団ロゴや、ユニフォームなどを発表した。同年は、レギュラーシーズン3位で LG との準プレイオフ、SK とのプレイオフに勝利し5年ぶりに、韓国シリーズへ進出したが、ト産に敗れた。 2019年11月、孫益監督が就任したが、2020年10月8日、辞任した。2020年シーズンの残り試合は、金証言監督代行が指揮し、レギュラーシーズン5位で3年連続ポストシーズンに出場するも、ワイルドカード決定戦で LG に敗れた。2021年1月、高元気監督が就任した。 同年は2020年と同様に、レギュラーシーズン5位で4年連続ポストシーズンに出場するも、トサンに敗れ2年連続で、ワイルドカード決定戦で敗退となった。プロ野球、ネクセン、ボストン・レッドソックスとの戦略的パートナーシップ。2014年1月6日閲覧。2018年11月6日閲覧。 h t t p s w w w h e r o e s b a s c o k r s c o k r s t o r y スラッシ h h e r o e s n e w s v u e d o n u m 1 9 8 1 8 h t t p s w w w h e r o e s b a s e b a l c o k r s l a s h ス t o r y スラッシュ HEROESNEWS スラッシュビュードットドゥナムイコール19869ありがとうございます。